シェーンブルーン宮殿の庭園の小高い丘に立つ、グロリエッテ宮殿敷地内のグロリエッテの位置。1.23が宮殿、6が庭園、26がクライネグロリエッテウィーンのシェーンブルーン宮殿の庭園にあるグロリエッテはあまたある、グロリエッテ建築のうちでも最も規模が大きく、また最も知名度の高い建築物である。グロリエッテとは、 宮殿の庭園のうちで周囲より高い位置に作られる建築物を言う。1775年に建立。現在のウィーン市13区。建物の全長は84.3メートル。両脇の階段を入れると135.3メートル。幅14.6メートル。高さ25.95メートルとなっている。1854年の外観1952年の様子現在の様子。 前景として、カダンの庭園とネプチューンの噴水と共に1775年、シェーエンブルン宮殿の庭園を構成する最後の建築物として混流された。設計は建築家、ヨハン・フェルディナント・ヘッツェンドルフ・ホン・ホーエンベルク。庭園の中でも最も人目を引く建物として、海抜241メートルの高さから庭園を見下ろす賛美の神殿として設計された。 混流を決定したのは、皇后マリア・テレジアで、ノイゲボイデ宮殿のガレリーには、石の円柱とコルニスがあるが、活用されていない。それを解体し、シェーンブルン宮殿へ運ばせるようにとの指示を出した。ノイゲボイデ宮殿のガレリーと円柱は、白色の硬い石で作られており、牛の頭部の彫刻や、その他の装飾品も合わせて運び出されて、クローリエッテに再利用された。円柱や、 その他の大規模な一種の工事を担当したのは、石膏職人バルトロメウス・ペタンとアントニウス・ポッツォの工房で、ライタベルクさんの皇室直属の採石場から運ばれた。オーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ一世は、クロリエッテを共演ホール、宿宴ホールとして利用し、その知世の晩年には、朝食ルームとしても利用していた。ホールは、ハプスブルク王朝支配の最後まで利用され、 現在はカフェが入って営業している。屋上はウィーンの島市街地を一望できる展望デッキとなっている。彫刻装飾品はヨハン・バプティスト・ハーゲナウアーによる。第二次世界大戦の爆撃で深刻な損傷を被ったが、1947年には再建された。1995年に改修工事が行われた。 1790年から1910年まで中央部の3つのアーチにはガラスがはめ込まれていたが、その後取り除かれ吹き抜けの空間となった。この点について後に議論が交わされ、建築サイドからの自流に即した造形をという要望が入れられ、1990年代の改修の際に残された古い写真を参考にして歴史的様式により窓ガラスが再建され、 1996年からはカフェが営業している。東の方角にはクライネ・グロリエッテがある。グロリエッテの名分、グロリエッテからの眺望。宮殿の奥に、ウィーンの市街地が広がり町を一望できる。セーエンブルン宮殿のグロリエッテは、ハプスブルク家の正義の戦争としてのオーストリア継承戦争と7年戦争、及び戦後の和平を記念して封建されたものである。 正面上部には、ラテン語で次の名文が掲げられている。年号の表記法は見慣れたローマ数字ではなく、ギリシャ語のファイで線を表す表記法に従っている。古代ローマ時代には、線を m ではなく、ファイで、5 0 0 d ではなく片割れのファイで表記する古代、ギリシャ風の観光がまだ残っていたものであり、グロリエッテの名文もこれを採用している。名文で注目すべき文言は、 アバグフストとアバグブスタで神聖ローマ皇帝が古代ローマの初代皇帝アウグストゥスの系譜に連なっていることを意味している。パノラマ角度で見る庭園全体遠くの丘のグロリエってありがとうございます。